こんにちは。月曜日の夕方です。今さなちゃんをサッカーに送ってきたところです。愛ちゃんはもう先にピアノに送って行ってて、さなちゃんが行った後に愛ちゃんの迎えに行きます。いらっしゃい。久しぶりのサッカー楽しんで。今から愛ちゃんのお迎えに行きます。学校が時差登校が終わって、今日から普通の時間割になったので、さなちゃんと愛ちゃんと奈々ちゃんは3時過ぎぐらいに学校から帰ってきました。そこから愛ちゃんをまずピアノに送って、じゃないよ、愛ちゃんをピアノに送る前にまずアル君の保育園の迎えに行きました。そして保育園にお迎えに行った足で愛ちゃんをピアノに送って、でトンボ帰りして、アル君下ろして、サナちゃんを乗っけて、サナちゃんのサッカーに送りに行き、今愛ちゃんのピアノのお迎えに向かっているところでございます。もう自分でもややこしくなる。本当にもう頭が悪くなっちゃって、やだ。今折り返し地点っていう感じで、こっからが割と怒涛のスケジュールになります。で、致命的なのが、今日は夜ご飯をまだ何も作っていないという。からのじゃあ予定です。で、愛ちゃんを家に連れて帰るんだけれども、夜ご飯がないので今日はもう途中でコンビニに寄ろうと思っています。コンビニでご飯をタタッと買って家に帰って、だいたい6時ぐらいで、そっからパパッと食べて、今度は愛ちゃんと奈々ちゃんの塾の送りに行きます。アル君が一人でお留守番がまだできないので、アル君と愛ちゃんと奈々ちゃんの3人乗っけて、愛ちゃんと奈々ちゃんの塾の送りに行きたいと思います。で、愛ちゃんと奈々ちゃんの塾の送りが終わったら、もうその足ですぐサナちゃんのサッカーの迎えに行きます。で、サナちゃんのサッカーが終わったら、今度はサナちゃんを塾まで送ります。で、ちょっと塾まで30分ぐらい時間があるので、車の中で着替えとご飯という感じです。サナちゃんは、そしたらゆうかちゃんが今度はバスで帰ってくるんだけど、バスでもう直接塾まで来るようになってるので、車で待っといて、ゆうかちゃん車の中でまたパパッとちょっとご飯を食べて、ゆうかちゃんとサナちゃんが塾に行くと。そしたら入れ替わりで愛ちゃんとナナちゃんがその塾から帰ってくると、ちょうど送迎ですね、送りと迎えが重なるっていう感じです。で、ゆうかちゃんとさなちゃんの迎えがね、何時だ9時45分に迎えに行くという流れになってます。あ、もう自分でも本当に頭がこんがらがりそうです。月曜日ははい、頑張ります。びっくりした。今これこのね、蝶々が鹿児島で大量発生してて、すっごい大量発生してて、子供たちも結構気味悪がったりしてます。愛ちゃんお帰り。うん、早く早く入って。お帰り、今日結構遅かったね。新しいとこやったから。で、途中コンビニでもう今日ご飯買うから。愛ちゃんピアノどうでしたか？あのね、全部合格だったよ。すごい。今日のご飯、セブンイレブンとファミリーマートどっちがいいですか？的にはファミマ。ファミマ。オッケー。あ、やばいな、6時過ぎるな、どうしよう。コンビニ行ってたら間に合わなくなっちゃうな。コンビニにちょっと寄る時間はもうなかったので、お家にちょっとあるものでおにぎりでも作ってちょっと食べてていい？食べない。なんでよ。皆さん、塾の宿題が終わってないの？なんとか宿題がギリギリ終わって、結局ご飯食べてないな、ちゃん。大丈夫？1時間行ったのに、すごい暗いね。ちょっと明るくなった。すごい。お腹すく時間。なんか飲む？あの、ココア、ミルクとココアってやつ。桜ちゃん、桜ちゃん、なんとか言えないけど、なんでなんでっていつもママたちに聞くの。全部集めてこのうちに、なんでなんで事件ができるか。いってらっしゃい。いってらっしゃい。気をつけて。はい、今からさなちゃんのサッカーのお迎えに行きます。
り。今日どうだった？サッカー。撮影を兼ねてライトを当てております。おかえり。ファミチキ、花が食べたいって言った。あとごめん、もうシーチキンマヨネーズしかなかった。サラダもあるけど時間ないからもうお家で食べて。サラちゃんが今日一番ハードスケジュール。あ、そっか。開くよ。ちょっと待って、乗るの。お姉ちゃんたちが降りてからにしてください。はい、入れ替わりです。さあ、お帰りなさい。どうだった？最初さ、なんか言って後から算数やった。算数の足し算の足し算。はい、じゃあお家に帰ります。え、あ、ほんと？Thank you.